田中貴金属工業は半導体形成用プローブピン向けとして TKSR という新しいロジウム素材の開発に成功しました。実は目に見えないほど細い針が AI 半導体1枚ごとのテストコストに大きく影響しています。工場の生産ラインではこの細い針が1本でも折れてしまうと高価なチップの検査作業がストップします。今回はこの針の先端に使われる新素材について3つのポイントに分けて解説します。当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業を分かりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。皆さんは半導体工場で何が行われているかご存知でしょうか。実は日々工場の中では目に見えないほど繊細で高価なチップがまるで精密検査を受ける患者さんのように1枚ずつ電気的な検査を受けています。ウェーハの表面には何千もの微細な回路がびっしりと並んでいて、その一つ一つにまるで魔法の杖のような極細のプローブピンがそっと触れます。このプローブピンを束ねたプローブカードがまさに品質の門番として活躍しているのです。この針のようなピンは人の髪の毛よりも細く、とてつもなく精密な力が一本ずつにかかります。ほんの少しでも曲がったり削れたりすればその時点で検査はストック。場合によってはたった一本のトラブルがライン全体を止めてしまい、数百万円規模のテスト装置や高価な製品がまるで足止めを食らった旅人のように待機することもあるのです。タングステンやベリリウム銅などの素材が使われてきましたが、強くすれば脆い、柔らかいとすぐへたるといったトレードオフにエンジニアたちは長年頭を悩ませてきました。一方2020年代に入り AI データセンターや自動車向けの半導体需要は右肩上がりで、検査工程の止まらない運用こそが工場の命綱と言われる時代です。こうした状況を打開するため折れにくさと電気の通しやすさという両方の特徴を兼ね備えた新しい素材が求められてきました。まるで書きやすいのに折れないシャープペンの芯を探し続けるような終わりなき素材開発の旅です。こうした折れにくさと電気の通しやすさの両立という長年の課題に対して新しい答えを出したのが田中貴金属工業です。もともとロジウムは硬さ、弾力、電気の流しやすさといった特徴を高度なバランスで持つ貴金属ですが、線が細くなればなるほどその性能を維持するのがとても難しい素材でした。しかし田中貴金属工業が開発した TKSR は独自に磨いてきた製造技術と新しい組織設計によってこの細さでも強度や弾力、導電性をしっかり両立。公式発表によればサイズは髪の毛の半分以下、線径 0.018mm という極細を実現しました。そのためマイクロバンクと呼ばれる20から40マイクロメートル間隔の超高密度端子にも密集した針先がピンポイントで正確に検査できます。さらに同じ太さの従来品と比べて最大 30% 高い強度と弾力を持ち、電気の流れやすさも確保しています。この強度と弾力、高度の高さによって一本一本のピンが長期間安定した状態で利用でき、頻繁な交換や修理の回数も減らしやすくなります。工場としては検査装置の停止時間を短縮でき、テスト効率や不止まりの改善につなげやすくなるのが大きなメリットでしょう。また高い導電率を維持しており、条件次第で発熱や電圧効果を抑制につながる可能性があり、 AI チップの複雑なパターンのテストにも期待できます。これまでの素材では難しかった壁を突破した新時代のロジウム洗剤なのです。このように機械的性能と電気的性能のどちらも妥協せずにレベルアップできるのが TKSR の最大の強みです。検査効率や設計、サービスの可能性を大きく広げ、半導体業界に新しい風をもたらす存在となるでしょう。
世間の注目は装置や設計ばかりに集まりがちですが、素材を一つ変えるだけで生産性やお金の流れまで変わる可能性があります。これから新しい検査方式や装置が登場するたび、その基盤に TKSR のロジウム洗剤が活躍しているかもしれません。普段何気なく見ている半導体ニュースの裏側にも、こうした名もなき家の下の力持ちの素材があるのだと少し意識してみてはいかがでしょうか。こうした仕組みが本当にラインの安定運転に役立つのかどうか気になる方も多いと思います。その答えのヒントとなるのが、 TKSR と従来のロジウム洗剤を比較した応力と歪みの試験データです。より大きな力を加えても TKSR は変形しにくい下部を描き、より広い弾性範囲を持つことが確認されています。前工程のプローブカードでは1枚あたり数千数万本のピンが用いられます。たとえ1本だけでも曲がってしまうと検査はすぐに止まり、場合によってはプローブカードごと交換しなければならず、装置の停止時間が一気に長くなってしまいます。 TKSR は高い強度と弾性限界のおかげで1本は変形するまでの回数を大きく引き上げています。その結果、数十万回から状況によっては数百万回に及ぶ通電検査でも形状を安定して保ちやすい特徴があります。さらに導電率が高いことも現場にとっては重要なポイントです。抵抗が低くなることで同じ検査条件下でも発熱度を抑えられ、ピン先端の摩耗や汚れの進行もゆっくりになります。この効果によってプローブカードのクリーニングやキャリブレーションの手間が減り、聞いては検査装置の稼働率向上につながります。田中貴金属工業は今回いきなり新材料を発表したわけではありません。2023年にはパラジウム合金 TKFS で高高度、低抵抗率、高屈曲性という3つの特性を同時に満たす材料を開発しています。その実績を土台に、今度はロジウム材料で4つの特性を同時に備えたのが TKSR という位置づけです。この動きは単なる材料の性能アップにとどまらず、狭いピッチでの高精度検査とプローブカードの長寿命化の両立が期待できる素材として注目されています。検査装置メーカーにとっても、設計はそのままでピンだけを TKSR に変えることで無止まり向上とスループット改善の両方を狙える可能性があります。田中貴金属グループ全体を見ると、産業事業が売上の大半を占めており、前工程のターゲット材や後工程のボンディングワイヤと並び、検査向け材料も幅広く供給しています。貴金属リサイクルも組み合わせながら安定供給体制を強化しています。つまり TKSR は単独のニッチ素材ではなく、前工程から後工程、そしてリサイクルまでを見据えた広い流れの中で活用されるプローブピン材という位置づけです。プロセス条件をほとんど変えず、ピン交換の頻度やカード更新サイクルだけを長くできれば、その投資で年間の装置停止時間はどこまで削減できるかが重要な視点になります。 TKSR の価値はまさに止めなくても良くなる時間をどれだけ積み上げられるかという観点から評価されるでしょう。半導体のニュースでは設計や製造装置の名前はよく目にしますが、検査工程を支える素材メーカーについて語られることは多くありません。今回ご紹介した TKSR を開発製造している田中貴金属工業は、こうした裏方を担う未上場の素材メーカーです。当社は素材メーカーで、精製、リサイクルから極細洗剤や表面処理剤まで産業用途を幅広く手掛けています。バリューチェーンで見ると、田中貴金属工業が上流でロジウム洗剤を供給、その後日本電子材料や日本マイクロニクスなどのプローブカード専業メーカーがそれらの洗剤を使ってカードを作り上げます。さらに下流では東京エレクトロンのウェイハプローバやアドバンテストのテスターが
それらのカードを用いてチップの検査を行います。こうした上場メーカーとの関係性が注目ポイントになるでしょう。例えば日本電子材料のようなプローブカード専業各社は高耐久を訴求するプレミアム製品を展開しています。もしキーケース R のような高強度高弾性源のロジウム洗剤が採用されれば AI や HBM 向けの厳しい条件でもカード寿命や接触安定性の向上に寄与し単価収益性の改善余地が生まれるでしょう。また日本マイクロニクスのように装置も製造する企業ではプローブカードを装置とセットで提案できるため現場の作業効率化や不良率低減にも貢献しやすくなっています。東京エレクトロンやアドバンテストのような装置メーカーにとっては搭載するプローブカードの性能向上はそのまま装置の魅力やサービス保守収入の向上にもつながるでしょう。つまり TKSR は素材の売上規模だけでなく日本電子材料、日本マイクロニクス、東京エレクトロン、アドバンテストといった各社の事業構造へどう関与するかを意識すべき存在といえます。特に検査能力や生産ライン全体の稼働率向上にどれほど貢献できるかが今後長期的に評価されるポイントとなるでしょう。一方でロジウムという金属自体が持つリスクも考慮しなければなりません。ロジウムは産出量は少なく価格変動も大きいため資源価格の高騰やサプライチェーンの混乱は材料コストや安定供給に影響する可能性があります。またMEMS型のプローブやオンチップの自己検査といった新技術が導入されることで検査のやり方や求められる素材の条件自体が変化しロジウム洗剤の需要が想定より伸びない展開も考えられます。その上環境規制やリサイクル比率の目標が変動することで工場の運転条件が変更になる場合もあります。このような場合には貴金属の取り扱いに追加投資が発生し採算計画にも影響が出る点を意識しておく必要があるでしょう。最後にここまでの内容を3つのポイントで整理しましょう。1つ目は AI 半導体や HBM の検査で使われるごく細い針が生産ライン全体の安定性に大きく関わっていること。ほんの一本の変形や摩耗が検査中断や装置停止を引き起こす要因になる可能性があります。2つ目は新開発のロジウム洗剤 GKSR は強度、弾性、高度、導電性を同時に高めていること。その結果プローブティーン1本ごとの寿命や信頼性が飛躍的に向上し検査装置の安定稼働にもつながります。3つ目はこうした裏方の技術が表舞台の成果を支えていることです。半導体の高性能化の陰にはこうした名もなき素材技術の進歩が欠かせません。設計や工場だけでなくその陰で働く針の素材にも少しだけ思いを向けてみてください。他にも気になる話題や技術などがあればぜひコメントで教えてください。